はい、改めまして新日本プロレス100年に一人の逸材、そして社長に就任しました棚橋です。さあ、レスラー棚橋と社長棚橋は分けていただきたいし、その姿をね、明日の試合で見てます。ザックは、スピード、打撃、関節、身長、まあ体重は僕が勝ってるかもしれないですけども、あらゆる面でね、不利な状況かとは思いますが、やる前に負けることを考えるバカがいるかよと、ね、明日はネバーギブアップの精神で頑張ります。以上です。ありがとうございました。ではチャンピオンのザック選手お願いいたします。社長、明けましたおめでとうございます。よろしくお願いいたします。Well, tomorrow's going to mark the year anniversary of me winning this beautiful, slightly less conventional championship. But I've spent a year's worth of hard work trying to make this something special. And I wanted a Tokyo Dome level challenger. And Tanahashi Shacho is the epitome of a Tokyo Dome level challenger.Because this man, I think, has main evented 8 なんかすごいね。8回ドーム main. So we might be the second match on the dome, but I'm treating this like a very, very important match. And I think in a lot of ways, my New Japan career has been intertwined with Tanahashi Shacho. My first G1, I defeated Tanahashi-san. My first New Japan Cup finals, I defeated Tanahashi-san. Madison Square Garden, I defeated Tanahashi-san. So I think it's only fitting that I'll make my 17th defense of the New Japan World Television Championship againstTanahashi Shacho. Demo, Tanahashi Shacho, I accepted this match with you before you were it was public that you were going to become the new president of New Japan. So I think that's slightly unfair. So I think the only diplomatic process is that when I defeat you for the New Japan World Television Championship, that I am made the new prime minister of New Japan. どうですか?社長よろしくお願いします。明日は新社長との試合ということで、一つ記念の大会になるかもしれないと自分の中では思っています。とても特別な1年にするためにも、このベルトをずっと守り続けてきました。そして今回のチャレンジャーは棚橋社長ということで、東京ドームでのメインイベントも8回飾っているという素晴らしいキャリアを持つすごい、選手と試合、明日は第2試合ということになるわけですけれども、自分のキャリアにとっても大事な一戦になるでしょう。初めての G1 で、僕は棚橋さん社長を、倒しました。そしてニュージャパンカップでも、棚橋社長を、倒すことができました。で、このように自分は何度も棚橋もう何と呼んだら継承をどうしたらいいかわからないんですけれども、棚橋社長を、倒すことができたんですけれども、今回も、ここでしっかりと自分のこのベルトを17回目の防衛を成功させるために頑張っていきたいと思います。またこの試合を受けたのは新社長に就任する前ということで、それが一つ、まあ、何か言い訳にはなるかなとは思うんですけれども、このプロセスはとても大事なもので、新社長に勝つということはどういうことかというと、自分自身がここそのさらに上に立つということならば、社長ではなく自分自身が、まあ、プライムミニスター、もう大臣、総理大臣となって新日本プロレスを率いていく、そういう運命にあるんじゃないかなということも思っていますが、どうでしょう。どうでしょう。
はい。それでは調印書にサインを入れていただきましょう。まずは棚橋選手からお願いします。続いてザック選手お願いします。最後は立ち会い人です。はい、すべてのサインが入りました。ニュージャパンワールド認定 TB 選手権試合、明日第2試合で行われることとなりました。では両選手テーブルの前に出てきて撮影お願いいたします。スタンディングでお願いします。さあ、先ほど話に出てまいりましたが、棚橋新社長にとっては初めてのタイトルマッチということになります。東京ドームで過去何度も名勝負を繰り広げてきた棚橋選手が明日どういう試合を見せるのか。難攻不落のチャンピオンとのタイトルマッチ、明日第2試合で行われることとなりました。皆様どうぞご注目ください。ありがとうございました。両選手ご退場ください。